2018年7月13日、リーボッククラシック BMX レイトナ OG が発売になります。2000年に登場したクッショニングに優れたランニングシューズが18年ぶりに現代のテクノロジーを搭載して復刻します。デザイナーはクリスチャン・トレッサーが担当。90年代初期はまだまだリーボック全盛期の時代、その人気を支えてきた彼はアズトレックを手掛けた後、ナイキに転身します。そしてナイキではエアマックス97やエアズームスピリドンなど、90年代後期を代表する近未来的な流線形フォルムを完成させます。2000年には再び、リーボックから本作のオリジナルとなる、デイトナ DMX2000 を発表。トレッサーは腕利きのシューデザイナーと言えます。本作は、つま先からヒールにかけて流れるようなトレッサー、お得意のデザインが遺憾なく発揮された一足です。アッパーは通気性を考慮したメッシュにホールド性を確保するシンセティックレザーを重ね合わせます。ソールユニットには足が地面に接するたびに空気が圧縮され、エアバッグ内の空気が次の部屋へと押し込まれる DMX ルービングエアテクノロジーを搭載します。ソール中央にはカーボン製。シャンクプレートが搭載され、ミッドソールのシェイプは、ここ最近、リバイバルの予感を感じる、ネオクラシカルな雰囲気を演出。エアマックス97のように、シューレースを内側に取り込み、流れるような綺麗なシルエットラインを作り出している。カラーブロッキングも、レトロ感の王道で、ここ最近のトレンドにしっかり対応した安定感ある完成度の高い仕上がりと言えます。スニーカーズカフェ東京では皆様が興味ある様々な最新スニーカーを毎日公開しております。まだの方はぜひチャンネル登録をいただき、チャンネルページから過去のアーカイブもチェックして、様々なスニーカーをご覧いただくことで、また新たな楽しみが見つかることでしょう。よろしければ、動画の高評価、コメントも何卒よろしくお願いいたします。